皆さんこんにちは、自称レゴブルダーヒロリーだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴスピードチャンピオンパガーニユートピアです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の3月に発売されたレゴスピードチャンピオンです。もう先に言っちゃうんですけど、こちらは神戸のコストコで1900円ちょっとで買いました。外箱はこのようになっていて、ちなみに僕はパガーニを組み立てるのがこれが初めてです。はい、箱の後ろはこのようになっています。このパーツは僕が見る感じプリントパーツだと思います。これが実際のパガーニユートピアです。こちらの定価は3280円でピース数は249個です。ではこちらのパガーニユートピアを組み立てます。まずは組み立てが終わりました。今回組み立てたパガーニのユートピアもなかなか面白い造形をしていますね。で、レゴスピードチャンピオンって組み方が結構すごいんですけど、今回のパガーニユートピアも結構面白い作り方をしていてとても良かったです。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で25分かかりました。では今からこちらのシールを貼って完成させます。ちなみに今回のシールは全部で8枚です。ではシールを貼ります。せーので、完成、パガーニユートピアです。はい、完成しました。今回のパガーニユートピアはシール枚数がすごい少なくて結構作りやすかったです。ちなみにシール貼りにかかった時間は3分程度だったので、全部組み立てるのに28分かかりました。はい、では今回付属するミニフィグを見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。今回はパガーニのレーシングスーツになっていてすごいかっこいいです。そしていつもながらヘルメットがついてますので、このようにパーツを付け替えることができます。はい、ではこちらのパガーニユートピアを見ましょう。パガーニユートピアのカラーリングはダークグレーがベースになっております。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。では近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。フロントライトについてはプリントパーツになっていて、それ以外はシールで再現されています。グリル周りはこのようになっていて結構変わった造形をしています。で、ちょっと分かりづらいんですけど、このパーツはプリントパーツになっております。はい、横側から見るとこのようになっていて、この部分だけシールになっています。車体造形は結構すっきりとしています。はい、そしてボンネット周りはこのようになっていて、結構裏側の部分とかが珍しいパーツとかが使われていて結構面白い造形になっています。はい、そして背面はこのようになっていて、僕の予想通りこのパーツはプリントパーツでした。パガーニについてあんま詳しくないんですけど、パガーニはこの中央の4本マフラーが特徴になっております。バックライトはクリアレッドのパーツが使われています。で、ホイールパーツは2種類付属します。では操縦席部分を見ましょう。はい、操縦席はこのようになっていて、この操縦席のシートデザインめちゃくちゃよく作られていますよね。いや、僕が今まで組み立ててきたスピードチャンピオンの中でこれは結構よく作られています。そしてハンドル周りはこのようになっていて、シフトレバーの造形があって、メーターの部分はシールで再現されています。操縦席も細かいパーツがいっぱい使われていてめちゃくちゃよくできています。ではミニフィグを座らせます。はい、ミニフィグを座らせるとこんな感じです。で、タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。では最後にいろいろと比較しましょう。まずはこちら、じゃーん。
日産 GTR スカイラインと並べるとこんな感じです。大きさについては今回作ったパガーニの方がちょっとだけ小さいですね。今まで作ってきたスピードチャンピオンの中でも結構コンパクトですね。では続いてはこちら、じゃあカラーリング的に似ている C8R と並べるとこんな感じです。まあ、やっぱね同じカラーなのでめちゃくちゃかっこいいですね。ただ C8R は差し色が黄色と赤と結構使われてるのに対して、今回のパガーニユートピアはほぼダークグレー一色になってます。はい、レゴスピードチャンピオンパガーニユートピアはこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオンパガーニユートピアを組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたパガーニユートピアなんですけど、今まで作ってきたレゴスピードチャンピオンの中では割と小型でした。このパガーニユートピアの全体的なカラーはダークグレー一色になっていて、すごい渋くてかっこいいと思いました。あと個人的に珍しいパーツとかが結構面白い使われ方をしていますので、これもなかなかいいと思いました。はい、以上ヒロゲンでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。